環境音が大きめの部屋だとか家族の生活音が入る可能性があるなんていう人には非常に向いています。ゲーム配信だとか VTuber 活動なんかでもマウスとかキーボードの音も入りにくくなるので声だけを高音質で撮りたいときにうってつけです。こんにちは、ハッカです。今日はですね、こちらの製品BenQトレボロ U というものをご紹介します。BenQといえば皆さん何を想像されますでしょうか？私はですね、モニターのイメージがすごく強いんですよ。クリエイター向けに色味を調整したモニターだったり、ゲーミングモニターでもかなり高性能なものを出しています。で、気がつけば私もですね、デュアルディスプレイ環境、両方 BenQ のモニターになっていました。まあ、そんな BenQ、モニター以外の周辺機器も出していて、一番有名なのはモニターの上に乗せるバータイプのライト、BenQ スクリーンバーではないでしょうか。私、BenQスクリーンバーは持っていないんですけど、まあ、コピー製品ですね。スクリーンバーが出たことでかなり流行りまして、まあ、いろんなコピー製品出たんですよ。まあ、そのうちの一つを使っています。そしてこのトレボロ U なんですけど、スピーカーです。表面がメッシュになっているっていうところで、まあ、この中にスピーカーが入っているんだなというふうには見えますが、で、ここにはマイクだとかセンサーもあります。まあ、一見すると普通のスマートスピーカーのようなんですけど、かなり変わったコンセプトのスピーカーとなっています。で、今日はこちらの製品がどんなスピーカーなのか、その変わったコンセプトって何なのか、そういったところを掘り下げてお伝えしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。このトレボロ U がどんなコンセプトなのかというと、オンラインの学習やコミュニケーションのために人の声を聞きやすくすることに特化したスピーカーなんです。はっきり聞こえてしっかり伝わるというところに重きを置いたチューニングがなされています。一般的な Bluetooth スピーカーだとどうしても音楽性能っていうのを追い求めるじゃないですか。高音の伸びだったり、低音の迫力だったり。まあもちろんこの割と大きめなスピーカーなので、そういった性能は踏襲しつつも、中音域を抜き出したり上げたりすることっていう風に特化したり、センサーを使って伝わりやすくしたり、まあいろいろとその声に特化した機能っていうのが詰め込まれてるんですね。ではこのトレボロ U が活かせる環境というのはどういうところか。まあ学習のためにというところがコンセプトに入ってるんですけど、じゃあそのシチュエーションで学習の場ってどんなものっていう風に思いませんか？うちには子供がいるんですけど、今子供たちの学びの環境って大きく様変わりしてるんですよ。まあ、小学校だとか中学校でも Chromebook だったり iPad だったりを一人一台貸与してオンラインでコミュニケーションを取ることが日常になっています。まあ、ここ数年のコロナの影響でより発達した感はありますよね。実際にあった事例として子供の学校が学級閉鎖になった時、それでも元気な子供たちは自宅でオンラインで授業をしていました。あとは真剣ゼミを始めてみたんですよ。で、真剣ゼミですね、私も子供の頃やってたんで、まあ一人で黙々とやるっていうもののイメージではあったんですよね。まあ、回答用紙書いて、それを郵送で送って赤ペン先生に添削してもらうっていうのが、まあ今までの流れだったかと思うんですけど、それも大きく変わってて、入会すると専用のタブレットが送られてきたんですよ。で、そのタブレットで回答して、そのまま採点してもらえるだとか、それこそオンラインで授業もあるんですよね。やはり時代は大きく変わってるなと思うんですけど、一方で Chromebook とかタブレットってあんまり音質良くないですよね。そんな時にこうやって Bluetooth でつなげるようなスピーカーがあるとかなり聞き取りやすくなるのではないかなと。そういう意味でこのトレボロ U はうちの環境にかなりぴったりな製品だと言えます。とはいえオンラインコミュニケーション、学習の場って子供たちだけのものではないですよね。大人もそういった機会増えてませんか？まあ、今だからお話ししますけど、私実は半年ぐらい前に転職してるんですよ。で、職種は変わったっていうのもあるんですけど、かなりこのオンラインコミュニケーションが発達したっていう
会社業務になったんですよね。オフィスにいる人、在宅で勤務している人、遠隔地の人、まあ、それぞれいろんなところで仕事しているので、同じチームであっても基本的にはウェブで会議をするっていうのが主流になっています。オフィスにいて会議室を使うと複数人で使えるスピーカーマイクっていうのを使うことが多いんですけれど、このトレボロ U はそのスピーカーマイクの性能だったりとか用途っていうのをパーソナル向けにギュッと濃縮しているなと、そんな感じがしますね。そういった用途が見えてきたところで機能の説明に入りましょう。まず操作部分は上に集中しています。電源ボタンは長押しで電源のオン。電源オンにすると上の方に LED が3つあってバッテリー残量が分かりやすくなっています。で、その隣には Bluetooth のペアリングに使うボタン、まあ、Bluetooth できちんとペアリングするとここもライトが点灯するようになっていて分かりやすいです。隣にはプラスとマイナスのボタン、これは音量の調節なんですけど、マイクのミュートのボタンも兼ねていたりはしますね。特徴的なのは残り2つのボタンで、1つは安心モードです。まあ、押してみましょうか。音量調節を始めます。音量調節が完了しました。はい、音量調節を開始しますというメッセージが流れましたね。これはですね、ここのマイクを使って周囲の環境音を測定して最適な音量にしてくれるっていう機能です。まあ、コンセプトとして人の音声を聞きやすくするというところにはあるので、割と小さな音量でも声が聞き取りやすいようなチューニングはされてるんですけれども、必要以上に音量が上がらないようにこういった安心モードっていうのが搭載されてるんですよ。そして最後ですね、モードの変更ボタンがあります。こちらのスピーカー、モードが3つ搭載されています。1つ目のモードは動画学習モード。これは人の声、中音域をグッと持ち上げたようなバランスになってくれるっていう、大変聞き取りやすくなるモードです。このモードの使い道としては、1対多数の授業であったり、セミナーだったりを受講するっていう立場。聞く側があまり言葉を発しないっていうシチュエーションですね。さらには、ポッドキャストやオーディオブックなんかの音声コンテンツを聞きやすくすると、そういった用途に使えるんじゃないかというふうに思います。 YouTube で試してもトークがメインのチャンネルだと、やはりこの動画学習モードが一番聞き取りやすかったです。2つ目のモードはライブ学習モードなんですが、これは動画学習モードと違って1対1もしくは少人数などかで受け答えがあるパターンのシチュエーションに向いています。で、ライブ学習モードになると、このマイクがオンになるんですよね。それで自分の声を相手に届けてくれるんですが、その時にエコーキャンセラーという機能が有効になります。部屋の中にいても反響音をカットしてくれたり、エアコンだったりファンの音っていうのをきれいに消してくれるんですよね。それでこちらの声がクリアに相手に届くわけなんですけど、反対にですね、相手の声、こちらもかなり特徴的になりまして、究極に声に特化した音質になるんですよ。サンプリングレートをわざと落とす形にして、通常の動画学習モードだと 48kHz だったサンプリングレートが、ライブ学習モードだと 16kHz まで落ちます。なのでイメージとしては、ラジオのような音質になるんですよね。一般的には音質が良くない低音質っていうような風に言われてますけど、ラジオもかなり人間の声を聞き取りやすい、そういった周波数特性になってるんですよ。外で聞いたりとか、車運転しながら聞いたりとか、いろんなノイズのある中で聞くことって多いじゃないですか。まあそういった音質になることで、コミュニケーションをとっていても相手の声が聞き取りやすくなるんですね。そうやって一般的な Bluetooth スピーカーとはもう完全に目指すところが違うっていう音質になるのがライブ学習モードなんですよ。なので3つ目のモードに音楽モードが搭載されています。音楽モードはですね、動画学習モードみたいに中音域を上げるんではなくて、
高音の伸びとか低音の迫力もしっかり出てくれるんですよね。あのトレボル U ってかなりこの音声コンテンツに特化したものっていう風に言われて出てますけど、私はあの音楽モードで音楽聴いた時にかなり高音質だなって思いました。特に低音の迫力はしっかり出てますね。ここで面白いのがこのトレボル U、 2台あるとトゥルーワイヤレスステレオという機能が使えます。1台でももちろん広がりのあるしっかりとした高音質を楽しめるんですけど、こうやってもう1台あるとですね、ステレオスピーカーとして使うことができるんですね。まあ、これも後で試してみましょう。それでは音質チェックしてみましょう。3つのモードそれぞれで試してみます。ダイナミックマイクっていうのはコンデンサーマイクと違って電源を必要としてないんですよ。で、音の振動をもう単純な電気信号に変えるっていう仕組みなんですけど、まあ、特徴としてはですね、マイクから離れた場所の音を拾いにくくなるというものです。まあ、カラオケでよく見るあのザ・マイク、これぞマイクみたいな形のものあるじゃないですか。あれがダイナミックマイクですね。で、カラオケだと部屋中に爆音が鳴り響いてて、それでも声だけ拾ってくれるじゃないですか。あれがダイナミックマイクの特性なんですよ。まあ、なので反響音が大きめの部屋だとか家族の生活音が入る可能性があるなんていう人には非常に向いています。ゲーム配信だとか VTuber 活動なんかでもマウスとかキーボードの音も入りにくくなるので、声だけを高音質で取りたいときにうってつけです。まあ、だからこそポッドキャストマイクなんていう風に書かれてるんでしょうね。ただそれにはデメリットもあって、ダイナミックマイクは口に近づけて使わなければならない。離れたとしても拳1個分くらいですかね。まあ、ちょっと離れるとすぐ音量足りなくなります。試しにちょっと離れてみましょうか。モードの違いを見ていただいたところで、今度はこちらの内部構造に注目していきましょう。結構大きめの筐体にはなってるんですけれども、メインのドライバーがあって、さらにウーハーも搭載されてるんです。ウーハーがあることで低音がしっかり聞こえるんですね。またですね、内部の構造にもこだわっていて、ダンパーが入っていて音を反射したりとか、よく見ると後ろだったり底面にも穴が開いているんですね。あの音響設計結構こだわっているように見えます。あとはこちらでしょうかね、この角度、地面に置いた時にちょっと斜め上を向くようになっているんですよ。これはこうやってデスクの上に設置した時に自分の方にしっかりと音を届けてくれる、そういった角度になってるんですね。で、ここにあるマイクに関しては全指向性となっています。まあスピーカーに向かって話すことが多いとは思うんですけど、スピーカーの横だったり後ろからっていうのもしっかり音を拾うようにはなっているんですね。まあそういったハードウェア面もしっかりしてはいるんですけども、スピーカーやマイクを制御するための高性能なチップも内蔵されています。それでは BenQ トレボロ U で録音していきます。今 iPad のボイスメモ機能で Bluetooth でつなげて撮っているんですけれども、
波形を見る限り、かなり人の声をしっかりと認識して撮れているのではないかと思います。音質いかがでしょうか？こちらのトレボロ U 専用のアプリがありまして、iPhone、Android、iPad、まあ、それぞれ使えるんですけど、まずアプリを立ち上げると、バッテリー容量が見えます。あとは今どこに繋がっているか、今は iPhone に接続済みというふうに書かれています。そして音声モードですね。今音楽モードというところで、これをまあ、そうですね。こちらのモードボタンで切り替えてもアプリが連動して、ライブ学習モードや音楽モード、動画学習モードと、で切り替わっていきます。でそして、ここの安心モードのボタンと同じマークがアプリにもありまして、検知開始と出てきます。これ全く同じなんですよ。こうやって、まあ、距離を取ってあげて、安心モードのボタンを押します。音量調節を始めます。音量調節が完了しました。はい、音量調節が自動で開始されまして、まあ、ちょっと小さくなったかな。今、この部屋自体は少し静かなものなので、で今出ているのが、まあ、最適な音量は5ですよと。で環境音は静かですというふうになっています。あとはこのセンサーを使ってですね、こちらとの距離も測ってくれる。そしてこのアプリの一番の目玉機能というのが、こちらの耳のマーク。ここを押すと専用サウンドっていうのが出てくるんですけど、はい、5分間のサウンドテストを開始しますと。まずは自分とトレボロ U との距離を60センチぐらいに置いておくと。テストが終わりました。そうすることで自動調節をされているわけですね。何が調節されているかっていうと、周波数特性、まあ、いわゆるイコライザーの部分ではあるんですよ。6つの周波数でそれぞれの音量をこうアップダウンして聞こえるか聞こえないかっていうテストをします。まあ、それによってこの自分に感じる音が最適化するように調節してくれるんですね。でこれは動画学習モードと音楽モード両方に設定することができます。まあ、このような形で調節して使うっていうのがこのアプリの使い方になるんですよね。まあ、その他に設定もあるんですけど、ここに True Wireless Stereo というのがあります。今1台つながった状態で、はい、ここにあるもう1台をつなげていきます。はい、もう1台が見つかりましたね。で接続するという形にします。2台つなげるとアプリの表示が変わりまして、上下に2台が表示されています。それぞれのバッテリー容量も出ていますね。でこの状態で調節をしていきましょう。はい、テストが終わりましたので、それではステレオモードで音楽を聴いてみましょう。いや、かなり音がいいですね。1台でもかなり広がりのあって、低音も高音もしっかりと出てるなっていう印象はあったんですけど、ステレオになるとその特性がより際立ちます。トレボル U は高さもなくて横長の形してるので、高さの低いモニターの下に2台並べておくなんていう使い方もいいのではないでしょうか。このように多機能で調整も自動的に行ってくれるっていうスピーカーではあるんですけど、1点だけ気になる部分がありました。それはマイクがライブ学習モードでしか使えないということなんですよ。で、動画学習モードっていうのはもう完全に受け身になってしまうんですね。まあ、コンテンツを見ていたり音楽を聴いていたり、それで、まあ、そこから、急に、まあ、コミュニケーションを取る、話をするっていう場面になった時には、まあ、しっかりとここで、モードを切り替えてあげる必要があるんですよ。まあ、そこだけがちょっと難点かなとは思いました。その他の機能としては、こちら。音声コントロールをオンにしました。音声コントロールがオンになりました。音符ちゃん？音量を上げて。
このように簡単な機能であれば音声でのコントロールはできます。ただ他のスマートスピーカーのように複雑なことができるわけではないですね。今までこちら Bluetooth スピーカーとしての使い方をお伝えしてきましたが、実はこれですね、背面にカバーがあって、ここを開けると 3.5 ミリのオーディオジャックがあるんですよね。その横は USB Type-C の端子になっています。付属品としてこういった 3.5 ミリのオーディオケーブルも付いてくるんですよ。タブレットとかにこの差し込み口があれば、これで直接繋いであげるっていうこともできますね。その他の付属品としてはこういった USB ケーブルですね。片方が Type-C で片方が Type-A で、そこに繋げられる AC アダプターも付属しています。はい、いかがでしたでしょうか。今日はこちらの BenQ トレボロ U というスピーカーを紹介してきました。他のスピーカーとは違ってかなり音声に特化したチューニングがなされているという変わったコンセプトのスピーカーになっています。まあ、私の使い道としてはやはり子供の学習環境のために使いたいなというところです。 Chromebook だったりタブレットと接続したいなと。今の時代ですね、非常にオンラインでのコミュニケーション、動画や音声コンテンツでの学習、そういった機会増えてると思います。気になる方は概要欄に Amazon のリンクも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や評価ボタンもお願いします。では次の動画でお会いしましょう。ではでは。